どうもロシングルです。シーフシミュレーター続きをやっていきましょう。さあ前回ね、工場からハードディスクを、盗めなかったんですが、裏で無事盗みまして、隠れ家でハッキングしろってことでね、ハッキングしたりますわ。ああしたらええんやろ。いっぱい取ってきましたね。ちなみにさあ、さっさと解除しておきましょうか。OK。証拠品の箱の中でハードドライブを OK。証拠品の箱の中、これ？あ、これか。はい。はあ。掲示板をチェックしろ。お、はい。インタラクト。倉庫事務所の、なんつったんだ？金庫からアカウント詳細を盗め。はいはいはい。いろいろとなんか進んだね。さて、行ってみましょうか。301。あ、今までの場所と違うわ。301、これだ。これは参ったな。え、マジか。じゃあ、あれだな。少しばかり偵察しましょうか。おっと、いたね。うい。あー、いっちゃ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 ったよ。301、これだね。事務所の金庫、アカウント詳細がある。あと、象の、大金に象の貨物がある。なんだそれ。これなんだ？登れんのか？登れそうにないな。いろいろ見て回んないとね。情報を仕入れたい。お、これは。てん。小高いところに登ったらいろいろ見えるか。ん？ここはなんだ？脱出できないか。ここから脱出できたらすごい楽なんですけど。あそこに1個でしょう。くぅ、これは相当ピーキーですぞ。ちょ、いや、見えてるんだけど。なぜ？なぜチェックできない？トウモロコシ畑だ。美しい。収穫が終わったのかな？はい。これチェック、あ、マークできるね。はい。OK。こういう偵察がね、一個一個の小さな偵察が、後々の大きな、OK。 泥棒につながるというわけだな。ついでにこっちもチェックしとくか。こっちはないか。ここ言うてそんな見えないね。めちゃめちゃ難しいぞ。もう少し離れたとこから見るか。あ、あるね。入り口に一つあるね。 OK。お、ちょ、うわ、見えない。くそー、見えそうで見えないね。この工場がいた。誰も人いない。泥棒してくれと言わんばかりに。しょうがないな。お、これ早速開けちゃおう。さっさと開けちゃおう。オッケー。来るか。警備員は中にいるんじゃないか。うわ、いた。あ、クソ、チェックできたのに。よし、帰る瞬間激写しよう。やべ、あ、そこね。オッケー。一人。そこか。なるほど。
ッツッツッ。 OK、 2人ですね。よしよし、これはあとは夜に忍び込もうか。眩しすぎて、スッスッ、オッケー。2人、3人か。ここは3人だね。やば、一旦引きます。これ入る場所はどこだ、どこが入り口だ。ここが開くわけじゃないよね。コンテナが目隠しになってくれてる。ここか。まずは急げ急げ急げ。ほいほいほい。いないよ、いないよ。一生懸命走ってるね。野郎どこ行きやがった。あれ、いないな。やばいね、これ3人の見張りは相当やばいぞ。これか、これで隠れながらやるしかねえか。それともあの裏から。くー、難しそう。ここね。でそこでしょ。もういるもんな。そこ一応ここの方が安全っぽいな。OK、 開いた。ほい、よし、ワンチャンね。 OKOKOK、 ここの作り、あ、複雑になってる。結構複雑、相当目隠しになってますね。よしよしよし、これはいいぞ。 OK、ほい、よしよしよし、オッケー、来た。ほい、盗めるものを全部盗んでいきますよ。その前に、おっと、あぶね。ここいいね、全然見られない。この窓ははめ殺し、恐ろしいね。なぜこんなところに洋ダンスがあるんだ。目覚まし時計と何もないな。ノートパソコンはない。パスパス、やべ、ぐらいしかない。はまった。これ見つからないとしてもやばいよね。あー、終わったかもしれん。あー、くそー、変なとこはまっちゃった。侵入がバレた。そらそうだ。いやいやいや、ちょっと、もういいや、捕まって、捕まえてください。ハマったー。頼む。はよ来てー。はいはいはい。
来て。あ、いやいや、助かる。うう、助けてもらいました。よし、あとは無事脱出さえできれば。目の前にいそうだね。目がいそう。ふう、チャンスチャンスチャンス。オッケー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 。よしよしよし。完璧。おいおい、シュレッダー。うん、しょうがない。開いてるドアが見つかるのはもうしょうがない。ここでしばらく時間を潰します。すべてはロックされてしまったようですが、石像欲しかったけどしょうがないか。石像ワンチャンやってみる。石像チャンス。こいつの動きがやばすぎる。さすがにこれは目が合いすぎだよね。やばくない？ほい、よし。チャンスチャンスチャンス。よし、オッケー。次こそは。ほい。ほい。よし。ここは安全地帯。さあ、奴の動きをしっかり見張っとかんとな。もう大丈夫だよね。うわ、せた。お、無事、シュレッダーも無事でした。道路に投げるんじゃないよ。吸い込まれたね、シュレッダー。あれ？違う。あ、吹っ飛んだ。ドア開ける勢いで吹っ飛んだな。よし、もう終わり。終了。欲張らない。ここの3人の見張りはやっぱ難易度高すぎだよ。オッケー、隠れが。いや、むずい。なんとか B。 お、レベルアップしたぞ。ドラドラドラ。いや、ポイントが足りないね。あと1ポイント足りないね。証拠品の箱の中でアカウント詳細を OK。 了解。で、事務所の金庫の中で、あ、キーカード。今度キーカードか。
よし、じゃあパソコンハッキングして物売ってお金作ったとこで終わろっかな。家買っちゃったんで、もはやなんかあれだな、お金を稼ぐっていうモチベがなくなってしまったな。良くないことだね。金は貯まる一方だな。48,000。はい、まあまあ、なんか部屋の壁紙張り替えとかできるらしいんで、そっちにお金使いましょうかね。はい、ではすごい苦戦しましたけれども、なんとか本編のね、謎のデータを盗むことができました。面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。アリベデルチ。